穴森稲荷神社は、東京都大田区羽田五丁目2番7号にある稲荷神社である。祭神は、とゆけ姫命。かつては、現在の羽田空港 B 滑走路の付近にあったが、終戦直後の羽田空港の拡張工事に伴って、現在地へ遷座された。そうした歴史的背景から、航空関係者からの数形が厚い。稲荷大臣の稲荷とは、いいねる。 稲なるの義であり、なるは大自然より与えられた生産活動と希望、発展の意である。ゆえに、商売繁盛、家内安全、新願成就、病気併優、交通安全、薬よけ、海運離島などにご神徳新たかで、産業界や芸能界、あるいは校舎の参拝数多く、白尺の東、プゼ道富によって、という和歌も読まれた。また、 古くから伝わる羽田説の一説にもと歌われている。また、俗説ではあるが、穴森という名前が、穴を守るに通じると考えられて、江戸時代より、遊女たちの信仰を集めたという、穴森稲荷神社の本来の地因座地は、鈴木神殿である。その地は、元読、天明の頃には、足が一面に密生した干潟であったが、次第に開墾され、 田畑として利用されるようになっていった。しかし、その海岸沿いに築かれた防波堤は常に強風激浪に襲われ、ついには堤防の腹部に大穴を生じるに至った。その大穴より海水が侵入は耐えることなく懸命に耐性した田んぼもまさに荒廃するかと思われた。そこで創始者である鈴木渡る小屋門は住民たちと相計り、 つしんで、稲荷大臣をその堤防上に放災した。すると、その神霊のご加護誠を新たかにして、その後は全く風浪の被害から免れ、百余城部の開根地は、ほどなく、良言欲土となった。ここにおいて、風波が作った穴の外より田畑を守りたまう、稲荷大臣という心にて、改めてその誇ら境に、穴森稲荷大臣の御名を捧げた。これが、 穴森稲荷神社の起源であり、時は1819年のことであったという。明治の御世になると、明治10年頃に、近所の人々によって社殿が建てられ、穴森稲荷社として認可された。1884年には、暴風雨により全壊してしまうが、土地の頃、を、橋爪秀丸やか猫一右衛門、鈴木勘之助、石川又一郎ら各氏の尽力で、再建の認可を取り付け、 1885年11月、公衆参拝の神社となり、翌1886年11月には、穴守稲荷神社の御社号が勧居せられた。再建された穴守稲荷神社は、境内も広くなり、穴守を宣伝する内容の歌舞伎が、浅草などの繁華街で上演され、その霊言を数計する、信者数が次第に増えついには、数万に上るようになる。 特に2月の初馬と10月17日の霊祭は、にぎわい、日本でも著名なお祭りとして、なお馳せるようになった。また、この頃より、神社へ、主張居を寄進することが、盛んになり、ついには、その数4万6796基にも上り、雨の日にその鳥居の下に入れば濡れぬとまで、言われるほどの流星ぶりだった。記録によると、こうした鳥居寄進の流行は、 明治20年頃に、木村翔平他23人ほどで、色箱を作り、甲の名を刻んだ、真っ赤な鳥居を建てたのをはじめとすると伝えられている。当時の境内には、社殿や、社務所はもちろん、社の後ろに、石積みの月山があり、老松のもとに老子が住んでいると言われる吸血があった。また、信者より寄進された石材の花表や灯籠、狐像、そして騎士が林立していた。 その頃の甲の所在する地域を見ても、近在は元より、東京深は、もちろん、神奈川、埼玉、静岡、そして福島、新潟、北海道に至るまで、各地に甲が誕生するほどであり、三景者で、境内は、陰心を極めた。また郵送などの方法によって、台湾や朝鮮、中国、西洋諸国に住む法人が、知人に頼んでの大敗も、盛んに行われた。 明治18年の公衆参拝の認証があってから、急激に校舎結成の申し込みが盛んになり、明治30年代半ばには、東京、横浜だけで校舎数150、校員10万人以上を数えるようになり、川崎大師と張り合うほどの有名神社となった。正月三が日の参詣は、穴森稲荷と川崎大師の両社寺を掛け持ちで巡る人が多く、 早船や渡し船を使って動いていたという。穴森の稲荷と、川崎の大師は、六号川川口の左岸と右岸に相対して、その繁盛ぶりを競うところの流行紙と流行物で、ある、相川次郎著趣味の旅名物を訪ねて、大正15年11月出版より、抜粋さらに1894年、鈴木神殿の一部を所有していた、泉茂八氏が早発に備え、 よしみを求めて、井戸を掘ってみたところ、海水よりも濃い塩水が湧き出した。これを、東京衛生試験所に成分鑑定を出願したところ、失神や貧血、胃腸カタルなどの諸病に効く、ナトリウムレ光線と認められた。そこで泉立という温泉旅館を起こした。その後、付近のあちこちに光線が掘られ、洋館、羽田館、 西本館などの旅館が神社の傍らに開業した。また、それ以前より営業していた料理店も風呂を設け、ついには百余軒もの社前店が並ぶほどに発展した。1891年には、春秋の大祭時の参詣者が多く、女子の参詣も、ままならないほど境内が混雑するようになったことを、受けて、境内東南の隣接地4900坪を買収し、 新たに新源を開設している。そして、この繁栄を見て、京浜電気鉄道は、京浜蒲田から穴森稲荷神社へ向けて、視線を伸ばし、1902年には、海老鳥川の手前まで、ついで1913年には川を渡って、穴森稲荷前までの延伸を果たした。この頃の京浜電鉄、大鳥居駅から穴森稲荷神社のあたりは、 一面の梨畑であり、神社の鳥居は四丁余りにわたって、トンネル状に連なっていた。この左右にはかけ茶屋やかっぽうがの木を並べ、新鮮な魚介料理を供する一方、特に海藻や果実、海細工や張り子のだるま、ふぐ上鎮、せんべい、くず餅、そしてくもつとして、土星の白子や小餅などが商われていた。また、社の裏の江戸岬には、 京浜電鉄が経営する日本体操クラブの羽田運動場や遊園地が開業し、また北側には海水浴場もあり、夏の潮浴見ばかりでなく、春の潮干狩り、秋の葉釣りなどで賑わっていた。近くには五両の鴨場や黒田公尺邸もあった。1931年には干拓地北側の海域が埋め立てられ、羽田飛行場が開業した。このように、 穴森稲荷神社周辺は、帝都東京の一大行楽地の様相を呈していた。羽田といえば、昔は、漁師町と弁天とで聞こえたものだが、今では穴森ばかりが、人口に会社している。そしてこの穴森稲荷が賑やかは、不要になったのは、まだつい20年前で、一時、新聞で盛んに書き立てたことを、私は、悟れているくらいである。 演技というようなものも、ごく無くさ,さくなものである。それにもかかわらず、東京近郊の屈指の流行神になったということは、不思議な現象である。つまり、下流解放面の進行をまず最初に得たということが、こう繁盛していつた第一の理由である。田山加い稲荷祠大きは古来、東京の一名ものなるが、ここの稲荷は最もまさす。大町軽月著、東京湯行記。 明治39年8月出版より抜粋、穴森稲荷羽田村の鈴木神殿の使用所、守護神として、江戸時代から祀られていた稲荷の少子が、明治18年、皇居を得て、穴森稲荷と称し、商人や下流会の信仰を集めた。35年には、京浜電車が三景用の視線を伏設。赤鳥居や茶店が門前に並び、盛況を極めた。なる、 赤鳥居の絵あり。海岸かばの伝、桃谷大師、池畑六号橋、葬式三国川崎八万塚穴森、大鳥大森八万と記された京浜電車の乗車券が書き写されている。清水清風町、東京名物百人一首明治40年8月、穴森稲荷より、抜水終戦までの穴森稲荷神社は、流星とその後に来る戦火に翻弄された。 大激動の時代であった。1944年秋頃を境にサイパンから出撃した米軍機による空襲が激しさを増した。穴森稲荷神社の近辺も間引き疎開ということになり、一時はそこに暮らす人はせいぜい10人に満たないほどになったという。1945年に入ると日本の配色は次第に濃厚になり、東京も たびたびの空襲にさらされるようになった。穴森稲荷神社境内にも、公設の防空壕が掘られ、近隣の避難者に供すされた。しかし、境内は、もともとが低湿地であり、地面を掘ればすぐ水が出る状態で、浅く掘った防空壕しかできなかったという。神社自身の防空壕は、関東大震災の瓦礫を利用し、大きな見影石の影に作って、神社の人間は、 空襲を避けようとしていた。同年4月3日から4日には、車前にも爆弾が落とされ、当時の空襲、金子和江が巻き込まれて死亡してしまった。その空襲では、なんとか消失を免れた客殿や、社務所も、羽田全域の3分の2、羽田工事屋の大部分を焼け野原にした4月15日の、城南京浜大空襲で被災した。神社は米軍にとって、 鈴木神殿地域の格好の標的だったらしく、爆弾の後だけでも二十いくつもあったほどである。七月には、ご神体を本殿地下に埋めてお守りすることになった。結局、神社の被害は甚大であり、宝物やみこしが失われ、多くの貴重な記録も怪人に返した。また、宮司をはじめ神職も多く、戦地に赴き、数計者の多くも戦争のために、 大きな犠牲を強いられる結果となった。マッカーサー司令部では、羽田飛行場を連合軍の日本中東軍に引き渡すよう12日、我が当局に申し入れた。同時に滑走路拡張のため海岸線埋め立て設備を提供するよう要求してきたが、飛行場再建のためには2ヶ月、ないし3ヶ月を要すると見ている。なお飛行場付近の一部住民に対して、 立ちのきが命ぜられることになった。朝日新聞昭和20年9月13日付より、第二次世界大戦が終わった直後の1945年9月21日、羽田飛行場を軍事基地として拡張するため、米軍より、宇治湖地域であった旧鈴木神殿の羽田穴森町、羽田江戸美町、羽田鈴木町の3課町内約1200世帯、 約3000名の氏子ともも48時間以内の強制退去命令が下された。当時、穴森稲荷神社の一宮で御玉をお守りしていた宮森は、早くから新中軍と接触があり、羽田飛行場拡張の話を事前に聞かされていた。はじめの案では、穴森町を避けて拡張する案も検討されたが、結局それは叶わず、 五霊の潜座を早急に試案しなければならなくなった。宮司を空襲で失ったこともあり、鎌田区役所の福岡育造、羽田神社宮司橋詰めへなお、横山安五郎氏の参事が相談の上、大鳥居はそのままに五霊を羽田神社に仮潜座することになった。このため、当時の神社の施設や設備はほぼすべて放棄され、後に米軍によって取り壊された。それゆえに、 米軍によってさら地にされた神社跡地に数年間放置されていたものを掘り起こして運び出された一体の狐の新士像と口術の大鳥居、御神体以外は全て現在地に移転されてから作られたものである。なお、この時に運び出された新士像は現在でも経内舎の福徳稲荷前に置かれている。1947年に入ると御神体を羽田神社に いつまでも預けては置けないという死が集い、復興協議会、神殿建設委員会、穴森稲荷神社復興法参会など様々な復興のためのグループができた。その復興への意気込みは大変なもので、羽田神社で行われた会議は、連日連夜に及んだという。7月には移転先となる稲荷橋駅近くの現在の鎮座地に仮安置所を設け、 8月にはその土地700坪を有志の放産により購入、取得している。10月には空港内に残されていた鳥居を搬出しようと、労務者を連れて出かけたが、駐留軍の許可がなく、搬出できなかった。また、まだまだ資材不足が続いており、飛行場内に残留された石材を搬出しようと、したが、それさえも叶わない状況であった。それでも、 神社関係者と鎌区役所職員が、羽田神社に集まり、神社再建について、懇談、協議した上で、10月26日には、自賃祭を再業するまでにこぎつけた。翌1948年1月には、仮廃殿の増築も決まり、2月には、洋待町に待った仮社務所と、本殿も落成。2月24日の遊国、羽田神社よりご神体をご潜宮し、 千座式が挙行された。本殿の広さはわずか一坪半であったが、その千座の様子を見ていた頃は、何事のおわしますかは知らねども片付けなさに、涙こぼるると西遊法師のお歌を弾き、その日の勘無量の気持ちを伝えている。この年の5月には神社復興の中核となって働いた法参会を発展的に解消し、新たに世話人会を設け、 世話人員40名が移植された。1949年から1950年には、カリハイの落成や、お穴様の復活などがあり、施錠も復興の気配が濃厚となり、それにつれて参詣者数はもちろん奉納額も増加していった。1951年には、先座後初めての節分祭が行われた。四十人の年男、年女が、社前近くの売月や、 スズメや、出川屋などを宿として借り受け、そこから繰り出し、神社まで練り歩く姿が復活した。また、7月には、おみこしと魚も行われている。食料を不足はまだ続いており、食料調達の苦労は常につきまとい、節分祭それ自身は赤字であったり、おみこしが壊れたりと、幾分の不具合もあったが、この頃より、 穴森稲荷神社の復興も本格化している様子が現れてきている。旧羽田穴森町の境内を正式に政府が買い上げることが決まったのもこの年である。それまでは旧境内一約9656坪の借り上げ時代が支払えれていた。それをやめ、接集地区い上げが政府決定された。これにより旧神社地は正式に羽田空港の一部となった。 1953年には、新徳の功用を目的に、新たな試みも始まった。1月には、花月園経輪場へ6日、観出蓮したり、3月からは、新前結婚式も取り行っている。4月に入ると、100万人公結成の機運が盛り上がり、その名称を、100万人公とするか、法散会とするかの討議がなされている。1954年に入ると、 3月には、三州殿も無事落成した。この頃になると、羽田神社に本殿が落成するなど、近隣の地社の本格的な再建が進んできていた。また、池上本門寺の末寺にあたる池上常繊維に、穴森稲荷が,が祀られているという噂が流布し、数計者が参拝するという陳事も起こった。戦後、穴森稲荷のご神体は、羽田神社に遷座していたので、 常船院への参拝はおかしなことであったが、常船院の栗を再建したとき、穴森稲荷神社の拝殿に使われていた古材を使ったことが、この誤解のもとであったらしい。昭和30年代に入ると、新たな地に遷座した穴森稲荷神社は、本殿や拝殿の再建を果たすべく、精力的な活動を始める。1五十五年には、羽田空港内のターミナルビルが、 旧アナモリナリ神社の跡地に建設され、社屋屋上に当社の文祠を放災することになった。ターミナルビルの厚い数形もあり、17日には大祭が挙行され、それ以降毎月17日には月次祭を奉仕するようになった。その後、平成の未夜に羽田空港の沖合展開が始まり、同ビルが撤去され、開始令されるまでの40年間。 羽田空港の安全と繁栄を見守る文社が鎮座していた。1958年の正月より、京浜急行穴森線が終夜運転を始め、参拝者に歓迎された。また、節分祭に1回15人ほどで十囲い修行を行ったのもこの年からであり、話題になった。そして、5月には、本殿、拝殿の再建構想が持ち上がった。当時、 近隣の神社の再建が続いていた。富岡八幡宮、鎌田八幡神社、須佐の王神社などが立派に再建され、穴森稲荷神社もそれに遅れてはならずと計画された。7月には、本殿拝殿再建基本案が提出され、検討に入っている。この案をもとに、大岡実氏が早速境内を調査し、展望図を提示している。これを受けて、3月には、後期や、 資材の手当などの詳細を詰め、夏には、主遺書も出来上がり、早期着工を望む機運が盛り上がっていった。しかし、資金計画などの詰めや総予算の確定などの作業もあり、本殿、廃殿再建工事が着工されるには、1962年9月まで待たなければならなかった。そして1962年9月29日には、新社殿の起工式が取り行われ、 工事は順調に進み、1963年10月3日に上等式、1964年6月27日、28日には、原社殿がほぼ完成し、千座祭が採用された。その時、工事を受け負った、大成建設株式会社から、京急穴森な利駅前に、鋼鉄製の首脳鳥居を、また佐藤良平氏が、社殿正面前に、 鉄筋コンクリート製の大鳥居をそれぞれ一気奉納された。また8月には新社殿完成を受け、旧仮社殿を繊細を被った天根祖神社に無所城都の上に移築するなど、境内の整備が一挙に進んでいった。また、同じく8月からは、羽田東急ホテルが完成し、その結婚式場に穴森稲荷神社の分霊を放送している。 翌1965年5月ついに念願の社殿が竣工し、28日から3日間にわたり、落成奉祝祭を採行した。連日雨に降られ、足元が悪い中、横綱、土地二式の手数入りをはじめ、区内庁落部による部学、地後行列、反応林やしなどの後奉納園芸がにぎにぎしく、取り行われた。また、 折りしも神楽殿の復興計画も持ち上がっており、神楽の奉納も行われた。その後、穴森稲荷神社では、仙座記念祭を、毎年5月28日に採用している。つまり、戦後間もなく、現在地へ御神体を仙座した日ではなく、新社殿の落成放祝祭の日を記念して、祭典を行っているわけである。社殿の完成後の7月には、表参道入り口に、 東京大菓子港の手で、医師社号標が奉納され、12月には、霧妻作りの拝殿や入りも屋作りの平殿もでき、現在の穴森稲荷神社の姿形が、整えられていった。その後、1968年には、千座20年を記念して、宗家焼き作り堂板武器の神楽殿デイや奥の宮が、竣工している。また手狭になった、社務所を、客殿村に増築する計画も起こり、 1970年5月には、鉄筋2階建ての新社務所が完成している。こうした神社復興のための建築事業は、1974年に宗教法人法施行20周年記念事業として、ご神横、展示場、農札所が竣工するまで続いた。一方、1966年の2月及び3月に、立て続けに起こった全日本空輸とエアカナダの、 羽田空港付近での飛行機大事故では、穴森稲荷神社の旧、一の鳥居が羽田空港に残され放置されていることを取り上げ、その祟りであるかのような噂がある不死、誠しやかな新聞記事さえ現れた。それに加え、伏見稲荷の行者である伊勢岡発氏が、穴森稲荷神社を空港の中に祀らないと、事故がこれからも多発すると世間に訴え、国会議員の肝入りもあって、 空港内に穴森稲荷神社を復興することになった。また、同じく伊勢岡市の強い働きかけにより、山愛石油株式会社が事務所屋上に穴森稲荷大臣を分類した一誇らを設けている。一方では、戦後のベビーブーム期の子供たちが成人する時期であり、その結婚式が多くなった。穴森稲荷神社では、羽田東急ホテルだけでなく、1970年からは、 横浜東急ホテルにも出張奉仕することになった。1975年、1976年頃には一時期馬券の王、穴を願ってのものか多くの競馬ファンが漏出る現象が起こった。1981年、空港トリーの移築問題が改めて浮上してきた。戦後間もなくの境内地の強制収容時に同時に潜座しようとしてから、 その後も何度も鳥居潜座の話は持ち上がってきたが、なぜかその度に支障が持ち上がり、長年にわたって放置されたままの状態が続いてきた。羽田空港開港50年にあたる1981年7月には、新 B ビー滑走路展開に伴う移築計画が持ち上がり、由緒正しい鳥居であるからそのままにしておくことを大田区長に陳情している。しかし、沖合展開や、 拡張計画が次第に明確になり、再び1983年2月23日には、鳥居地区が具体化し、新聞紙上に1984年1月20日の飛行場の移設告示があった。しかし、その後も、政教分離問題が世間を騒がせ、時には取り壊し、時には一区論を繰り返して父と進まなかった。そして1985年になって、 空港内の鳥居地区が正式に決定し、1993年度までに完了することとなった。羽田空港の新鋭滑走路の供用が開始され、空港の沖合展開がかなり進んできた1988年には、鳥居残地の話し合いが続く一方、旧羽田鈴木町の住民代表が空港内に、穴森稲荷神社文社を作る、よう、鈴木俊一東京都知事に陳情している。 1991年9月には、京急穴森ナ,ナル駅前に、狐の石像、愛称、コンちゃんが、京浜急行電鉄株式会社等により、奉納された。季節ごとに、特殊化の手によって衣装が変えられ、駅のシンボルとして、現在も愛されている。1994年には、羽田空港新 B カス走路の供用が開始され、ついに鳥居地区が実施されることになったが、 その後も移築は難航し、ようやく1999年2月3日撤去、翌4日に移築が完了した。2018年11月から、5延年昼都市記念事業奥の宮改修工事及び、境内整備工事が行われ、奥の宮をはじめとした、雪抹車や千本鳥居など境内が整備され、奥の宮の上には新たに、伏見稲荷の十日山を模した、十日山が作られた。 移設後の赤鳥居現在の羽田空港内にあった旧穴森駅前の一の大鳥居として1929年10月に混流された赤鳥居は GHQ によって4万6千基余りあった鳥居が取り壊された中唯一そのまま空港の駐車場に残っていたこの残された鳥居については以下のようなルフ話がある門前に立っていた赤い鳥居は とても頑丈な作りだった。ロープで引きずり倒そうとしたところ、逆にロープが切れ、作業員が怪我したため、一旦中止となった。再開した時には、工事責任者が病死するというような返事が何度か続いた。これは、穴森様のたたりという噂が流れ、稲荷信仰などあるはずもない GHQ も、何回やっても撤去できないため、結局そのまま残すことになった。 京浜急行電鉄、京急グループ110年史最近の10年、羽田飛行場の始まりと穴森線強制接収、抜粋なお、強制的に住居を退去させられた後に整地に動員された元居住民らが、反抗心から意図的に鳥居を残したのだとも言われている。1990年代に入り、羽田空港の沖合展開事業にあたり、 新ンビー滑走路整備の障害になるためこれを撤去する計画が出たが、地域住民らから穴森稲荷神社や強制接種の浮き目にあった旧住民らのシンボルとして残したいとの要望があったこと等から、廃電の移設から半世紀以上経った1999年2月に移設されることとなった。移転工事にあたって土台の周りを掘ると鳥居が非常に頑丈にできており、 ロープで引きずり倒せるようなものではないことが判明した。鳥居をクレーンで釣り上げた時に、それまで晴天続きだった天候が、にわかに雨風となり、クレーン車のワイヤーが揺れ動く一幕もあったというが、二日間の工事は、滞りなく終わり、現在地の弁天橋のたもとに移設されて、今に至っている。なお、移転以前は、空港関係者によって管理されており、 穴森稲荷神社の神職によって祭典が行われるなどされていたが、現在は国土交通省管理課となっており、鳥居の前に祭銭箱が置かれているものの神社とは関係がなくなっている。鳥居に掲げられている変額も以前は穴森神社と書かれていたが、現在は平和というものに変わっている。老人が漁に出て魚を釣り上げて陸に入れたが、 中を見ると湿った砂があるだけだった。翌日も翌々日も大量となるも、カゴを見るとやはり湿った砂があるばかりであった。老人はえぶかしく思い、村人たちにこのことを話すと、村人たちはこれを狐の仕業として、稲荷神社を取り囲み、一匹の狐を捕まえる。しかし、老人は狐を許して、それを解き放った。それ以降、老人が、 漁に出ると必ず大量となり、過去には多くの魚とわずかばかりの湿った砂が残るようになった。老人が砂を持ち帰って家の庭に撒いたところ客が途切れることなく訪れるようになり、老人は富を得た。そのため穴りの砂には幸福のご利益があるとされ、今も多くの参拝者を集めている。奥の宮と神砂は以下のような巻き方をするとよい。 おかみすながいただける。2020年に竣工した。1906年、唯一の境内拙者として祀られてより、戦後現在地に遷座しての後も月山に一祠を設けられた。2020年木礎の御嶽神社より御人石を得て、東海山に据え、改めて誕生された。百度参りが行われている。伏見成大社から各地に誕生された稲荷神社が大きく発展し、 その地域の稲荷信仰の拠点として、独自の文社を展開したように、穴森稲荷神社も関東一流祠と称され、東京近辺の稲荷信仰の拠点となり、数傾者によって関東近辺の各地に誕生された。遊女の信仰を集めた経緯から、各地の花街や遊郭跡などに多い、新しい年の新しい月を迎えたことを祝い感謝して、 皇室と国家の安泰そして国民の繁栄と幸福を祈願するお祭り。1988年、穴森稲荷神社の責任役員の発案で開始された羽田地区の稲荷神社7社と玉川部在店の全8社を巡拝する催し。2019年現在は、穴森稲荷神社内の羽田七福稲荷会が主催している。この5日間9時から15時の間、 各社にて御朱印が受けられる。この付近の10箇所程度に案内板や上りを立てたり、近隣住民等のボランティアによる案内も、この5日間のみ行われている。穴森稲荷神社でも、この5日間にのみ、七福稲荷巡り用の御朱印が受けられる。御朱印等が目的でなく、同案内等も必要ないのであれば、期間外に参拝しても問題はない。追名のギア。 豆まきなどで知られるように最悪を除き服を招くお祭り。境内で豆まきを行うため多くの人で賑わう。711年に京都伏見稲荷大社のご祭神であるうがご霊人が東海山に降り立ったのが2月初馬の日であるとされている。三景月である5月に毎日午前11時に計31回人志向される特別祈祷。戦後、 現在の場所に移ったこの日を記念する、お祭り。御神前にお供えする、稲の豊作を祈願する、お祭り。境内に内床を設け、田植えを行う。灯明に願いを託し、諸願の成就を願う祭事。境内を千匹近い安どんが埋め尽くし、多くの参拝客で賑わう。奥の宮にて行われる、年に一度の大祭。最も重要なお祭りであり、文化の日に、 周期礼大祭として、人志向される。馬の日についての由来は、諸説あるが、古くより、稲荷との関係は深く縁日とされていて、この日に、お参りするとより多くのご神得がいただけると、言われている。ありがとうございます。